皆さんこんにちは。看護学科4年の大友玲です。同じく看護学科4年の義藤玲です。これから福浦キャンパスのキャンパスツアーを始めます。では早速行ってみましょう。まずここがキャンパスの最寄り駅、市大医学部駅です。キャンパスと直結している駅なのでアクセスが良く非常に便利です。それでは早速キャンパスに入ってみましょう。ここは看護教育研究棟です。学生は短くして看護棟と呼んでいます。この建物で私たちは講義や演習の授業を受けています。看護の専門領域ごとの演習室や講義室、実験室もこの建物の中に入っています。ここは看護棟1階ロビーです。みんなソファーに座ったりしてくつろいでいます。1階には鍵付きの個人ロッカーもあり、自分の荷物を保管することができます。次は2階を紹介していきます。ここが看護棟の2階です。こちらに学生ラウンジがあります。ここでは友達と話したり、試験の勉強をしたりします。ここは大講義室です。看護学科1学年全員がここで授業を受けます。ほとんどの講義はここで受けるので、休憩時間やお昼休憩もここで過ごしています。机と椅子が新しいものに変わったので、ここで快適に過ごすことができます。ここは情報処理教室です。パソコンがあるので統計学の講義を受けたり、実習の記録をまとめたりすることができます。次は屋外でサークル棟などを紹介します。ここはサークル棟の前です。あちらがグラウンドになります。続いてこちらがサークル棟です。こちらがテニスコートです。テニスサークルやテニス部が活動しています。最後にこちらが体育館です。体育館にやってきました。ここは部活専用の体育館です。バスケットボール部、バレーボール部、バドミントン部、卓球部などがよく使っています。ここは食堂と購買部があります。食堂では自分が好きなメニューを頼むことができます。私の好きなメニューは唐揚げカレーですが、義藤さん何かおすすめありますか？私は鮭丼がおすすめです。もう一つの購買部ではコンビニのような感じで、書籍や食べ物もたくさん買うことができます。ここは医学部の図書館です。およそ15万冊以上の著書と2万冊以上の電子ジャーナルを利用することができます。私も実習が終わった後に実習記録をまとめるためによく利用していました。こちらには閲覧席があり、調べ物や実習の記録などをすることができます。皆さんどうでしたか？今回はほんの一部しか紹介できていませんが、福浦キャンパスにはまだまだ多くの魅力があります。皆さんの入学を待っています。ぜひ来てねー。